令和の虎、その思いを金に変えろ。よもやまマンスリー、よっしゃー、今日は元気やぞー。はい、まあ、2023年のですね、はい、10月のマンスリーなんですけども、これは本当に記念すべきマンスリーになりましたね。はい、はい、おかげさまで100万人突破しました。ありがとうございます。本当にね、嬉しいですね。はい、まあ苦節5年弱、そうですね、就活の虎チャンネルの時代から数えて5年弱でですね、まさかうちのチャンネルが100万人に到達するとは夢にも思いませんでしたが、まあ、本当にこれも一重にですね、視聴者の方々のね、ご協力の賜物だと、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうですか、言った感想は。いや、本当にまあこのすごくドラマチックだったなと思うのがですね、はい、まあ、10月に今〇〇版が始まったじゃないですか、はい、っていう新しい試みをする中で、実はこれちょっと本当に裏話なんですけど、この10月が、まあ、YouTube のうちのチャンネルの過去最高益だったんじゃないですか。ですね、はい、っていうところもあったりとかして、はい、まあ、はい、本当にここのピークの時に100万人到達できたっていうのがすごく。そうでもさ、最近俺朝から晩まですごいじゃん、収録とかで、はい、で一体いつ行くんだろうってドキドキしてたんだけど、はい、実はねピンポイントでこの日だけ俺なんとかなるっていう日に行ってくれたわけですよ。はい、やっぱ行かせるのうまいよね。いや、ほんと持ってるなってタイミングですね。いや、本当に とてもちょっとそうだって次の日だと俺大阪に飛ばなきゃいけなくなってるし、はい、来週だとさタイに行っちゃうっていう ね、はい、とんでもないスケジュール入ってる中で本当に一日だけスコーンとね会議だけの日があって、はい、その日に行っていただけるというね最高の結果になりました。本当に、はい、いやー嬉しかったな、ね、本当にね。本当にこれこの10月っていうことがなかったら、はい、当初は、まあ、年内とか、はい、年内すらも危うくて、はい、うちのその年度っていうところの3月末までに行きたいねとかって話をしてたんですよね、はい、そんな話をしてる中でしたからね、はい、まあ、本当にいろんなことが起こってですね、はい、まあ、おかげさまでなんか、まあ、ある種バズったというか、うん、改めて跳ねた結果がこうなったんですけれども、はい、まあでもさ、ズッキーもこの5年間ずっと俺と苦楽を共にしてきて、ね、特に、まあ、表に出たこともちょっとはあるけど、まあね、基本裏方じゃないですか、はい、どうですか、なんかこの君のモノリチジャパン人生の下半期みたいな、まあそうですね、まずはね、はい、全体10年とすると、はい、なんか様変わりだったでしょ。いや、そうでしたよ、本当に。なんか、 何個かあって、うん、まあ、本当にこの YouTube のチャンネル始めるっていうところから、はい、まあ僕らはずっと5年間、うん、まあ、うちの会社の社長だなと思った人が、うん、まあ、こんなに YouTube でみんなに、まあ、注目されるんだとか、南原さんだったりとか、はい、それこそ田中修二さんだったりとか、最初の頃、うん、まあ、それこそ僕らの業界で言ったら武田塾の林さんって言ったら、うん、もうリブト流の落とす勢いの、うん、まあ、経営者の方とかと、うん、まあ、こうやって絡めるんだっていうような時期があって、うん、まあ、その時期が多分2、3年続いたんですよね。ね、はい、で、まあ、このぐらいだよな、でも10万人の登録ってすごいよなって思ったのが、うんうんうん、またさらにもう一個ギアを上げて、はい、今度だんだんまたひろゆきさんだったりとか、うん、まあ、今月行ったらホリエモンさんだったりとか、ね、宮迫さんとかね、久々さんとかね、いろんな方に本当に来ていただいて、はい、まあ、ありがたい限りだったんですけど、うん、まあ、僕らはそもそもねそういう風になると思って始めてないじゃないですか、はい、よう続いたよな、本当に、はい、なんかいつ辞めてもおかしくなかったような気持ちの時もあったけど、はい、まあ、やっぱりいつも継続は力なりって自分でも言ってるけれども、うん、まあ、それを一つねなんか具現化できたなというふうに思ってるんで、達成感もひとしおでございますわ。はい、ということでちょっと今日今月祭り、はい、やっていきましょうか。やっていきましょうか。はい、まあ、まずはですね、はい、まあ、これ毎月毎月やってるんですけども、動画の視聴回数ベスト3ってやってるんですよ、うん、で今月に関して言うと、はい、まあ、〇〇版があったりとか FC 版があったりとかして、はい、そちらの回も相当バズったんですけども、一旦それを省いた中での、うん、この令和の虎のタイガーファンディングとして配信した回の、はい、まあ、この初動新規動画として上がったもののベスト3となります、はいはい、まず第3位ですね、うん、これはですね、狩猟や生態調査で稼げる場所を提供したいと堀口さんという方なんですけれども、はい、まあ、他人ないがしろにするのやめろよって社長のサムネイル、これは多分ね、はい、中身で広がりましたね、うん、久しぶりに非常にね、優秀な志願者だなというふうに思ってるこの堀口さんが出てきて、はい、まあ、サムネがうんうんということよりも、これやっぱりさ YouTube って不思議なんだけど、中身がやっぱり面白いと、まあね、伸びていくっていうのはどうしてなんだろうと。あれはやっぱりだから視聴維持率っていうのを見てるみたいで、なるほど、やっぱりすごくこれは視聴されてるぞと思うと、はい、やっぱ拡散してくれるみたいですね、はい、
はい、まあ、これがですね、37万3000回っていうのが、うん、まあ、10月末時点での、まあ、もうちょっと伸びると思うんですけれども、はい、今の状態になっております、はい、で第2位がですね、これ第2位第1位というのが一緒なんですけれども、はい、美しいローカーボで心身ともに健康な世界を実現したい横田川さんという形で、いや、これまさかこれがね、こうなると思わなかったんですよ、はい、あのもちろんサムネにはさ、はい、あの木下先生が退出させてくださいってあるけれども、それだけでここまでいかないじゃん。なんだろうねこれ。これはでも、まあ、まずは1個ヤフーニュースに取り上げられて、はい、木下先生がそう、あれもすごかったですし、やっぱあれの影響もあって、もうこのいろんな動画がバズってる中で、これも本当に純粋に急上昇に乗ってたんですよね、はあ、ずっと一時期。そうなんだ。なんですごくこれがサムネイルとして拡散されたっていうのが、これね、はい、つい最近だもん急上昇の見方が分かった昨日やっと見つけた。あ、これ押せばいいんだ。そうなんですよ。全然わからなかった俺。だって普通に検索で急上昇であのやっても出てこないんだもん、はい、そうですね。だからあの、はい、昔までは急上昇ってもっと見やすい位置にあったんですけど、そうだ、ね、今はもう急上昇を見て、ま、わざわざ動画視聴する人っていないんですけど、うん、急上昇に入ると、うん、その拡散する数がもうなんか 1.5 倍付けとかになってくれるらしいんですよ。なるほど、はい、なんでやっぱ急上昇にエントリーされてるっていうのはすごくこう、はい、YouTube 上はあの有利であるっていうので、はい、第2位が後編ですね。はい、その辺です。はい、で第1位が、収録時の再生回数で今、今月56万5000回、はい、で1位が同じ、横田川さんので82万5000回か、まあ、これも間もなく100万いくでしょうね。ねえ、すごいよね、はい、シンプルな動画で100万いくっていうのはすごいことだと思いますよね、はいはい、という形で、まあ、はい、ちょっと令和の虎も頑張っていましたというところですけども、はい、さあでも、はい、まあ、これもこれなんですけども、実はですね、今月のマンスリーでは発表しなきゃいけない、はい、そうですね、 FC ダイビー、はい、ねえ、お待たせしました。これですね、はい、数ヶ月前に○○バンターガンファンディングが始まる前に第1回目の配信のね、はい、視聴回数の予想をしてくださいと。で全12頭、はい、ね、この12頭ここにありますよ一応ね、はい、出走馬これ12頭あるんですけど、ね、これを3連単で、はい、まあ、当ててくださいと。なんと450人ぐらい応募がありました、はい、でもこれさ、なかなか難しかったと。難しいですよね、はい、でもなんと3人の方がおめでとうございますね、ズバリで当てたんですよ、はい、でこの動画別撮りしてあります僕は。なので今からご覧いただきたいと思います。はい、ではどうぞ FC ダービーでございます。はい、今日僕一人で撮ってるんですけれども、数ヶ月前に、皆さんにですね、丸々タイガーファンディングが始まる前にちょっとね、初回の、動画がどこが一番伸びるのかを、競馬になぞらえて予想してもらう FC ダービーというのをやりました。で、なんとですね、400を超える方々から、まあ、回答というかね、いただきまして、これをですね、ストックした上でですね、慎重に、我々カウントをしてまいりました。で、これで1週間経ちましたので、集計をした結果をここで発表させていただきたいと思います。これあの3連単だよね、はい、なので本当に1位も2位も3位も順番にちゃんと当てなきゃいけないので、果たして400人の中に正解者がいるのかということも非常に不安だったんですけども、なんといました。これを当てたのはすごいよね。すごいっす。はい、で一応ですね、ダービーなんで順番にいってきましょう。1枠リベンジ版、2枠ハゲ版、3番ダイエット版、4枠芸能版、5枠なでしこ版、6枠リスキリング版、7枠がスポーツ版、8枠が人材版、9枠が SNS 版、10枠が通販版、11枠が事業再生版、そして最後12枠が美容版ということで、なんと出走馬が12頭。この12頭の中で1着2着3着を全部当ててくださいっていうね、非常にハードルの高いチャレンジだったんですけれども、結果を発表しましょう。まあ1着はですね、大方の方の予想通りですね、リベンジ版です。ありがとうございます。はい、リベンジ版公開後5日間の再生回数が49万飛んで766回、ダントツの1番でした。そしてさあ、2着はどこだと思いますか。発表します。人材版です。おめでとうございます。
これは多分あの大野健生君のおかげだねきっとね。まあちょっと旬だったっていうこともあってですね、人材版って本来とても真面目な、チャンネルになるかと思いきや、一発目にこれを持ってきたのが谷本さんね、さすがやりますねって感じでした。はい、ということで、視聴回数は5日間で25万7596回でした。おめでとうございます。さあ、そして栄えある第3位ですね。どこが入るでしょうね。大方の予想では通販版とか美容版とか時には SNS 版とかっていう名前も上がってました。でもこの3つではなかったんですよね。発表します。第3着はナデシコマンです。イエーイ。これは俺のおかげだよ間違いなく。はい、なんとあのサムネイルのインパクトが強すぎた。僕が女装してね、チアガールの格好して本当にあの身を挺してですね、セナさんのために頑張ったおかげだと思います。セナさん、僕に感謝してください。はい、ということでなでしこ版は22万3585回ということになりました。ということで、1着2着3着は、3連単で185ということになりまして、これを当てた人がなんと3人いらっしゃるんですね。今から発表しますので、当選者の方は、タイガーファンディングの、要は X から、DM を送っていただいて本名とか、それから、まあ、ご住所ですね、そういったものを送っていただければ、我々の方で責任を持って商品を送らせていただきます。この商品なんですけれども、もちろん我々運営側からも何かのプレゼントを差し上げますけど、先ほどこの、リベンジ版の茂木社長、人材版の谷本社長、そしてなでしこ版の瀬名社長とグループラインを作りまして、皆さんこうやって3連単を当てた方がたった3名いらっしゃるんですけど、皆さんからぜひ何かプレゼントをしてもらえませんかっていうふうに投げかけたところ、速攻で3人から返答をもらいまして、3人とももちろんです、何か嬉しいのでプレゼントを差し上げますという返答をいただきましたので、この4つ個数どうなるか分かんないけど、4社からですねまとめてこの3人の方にはプレゼントをさせていただきたいと思っております。ではその栄えある当選者を発表しましょう。まずはお一人目、福田雅子さん、おめでとうございます。そしてお二人目、ダマさん、おめでとうございます。最後3人目は橋本春樹さんでした。おめでとうございます。はい、そのこの3人の方見てるといいね、これをね、ね、見ていただいてたら速攻で令和の虎チャンネルの、DM から、ご連絡をいただきたいと思います。私個人もですね、岩井義明という名前で、X をやってますけども、私への連絡ではなくて、令和の虎タイガーファンディングのツイッターじゃない、X がありますので、そこからご連絡いただければ、すぐにですねプレゼントが用意でき次第お送りさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで今日はですね、ちゃんと皆さんとの約束を守ってですね、レートラダービーですね、これの、当選者の発表させていただきました。じゃあ、後半に続きます。よろしくお願いします。はい、ということで、戻ってまいりましたけれども、はい、よく当たったよ ね、これね、はい、まあ、改めて本当にね、まあ、1位はさ、うん、割と多くの方が予想したリベンジ版だったんですけど、はい、この2位と3位はなかなかに予想できなかったと思います、うん、そうですね。これは何にしても人材版は大野健生君のねあれでしたね、はい、3位ですよ。そう、3位が本当にこれはなかなか、はいはい、なんでですかこれ。いや、これはサムネですよね瀬名さん、褒めてよ俺のこと本当にこれ3位になっちゃったね。いや本当にここはちょっと言い方悪いですけどダークホースでしたよね、はい、本当に大穴だったと思います、はい、そう、人材版となでしこ版拮抗してたんですよ、はい、でちなみにですね、せっかくなんで言っておくと SNS 版が4位、はい、そして美容版が5位、はい、スポーツ版が6位というところまでは言っておきましょう、はい、ね、
そんな感じでございました。これあのちなみに公開後5日間なんで、そうですね、今はまたちょっと変わってる、はい、変わってるかもしれません、はいはい、またね、それぞれの2人目の志願者が出てきてまた入れ替わりがガーって起こってるんで、なんか面白いね。でもね、面白いです、はい、みんな多分それぞれ意識して、はいね、競争風土も生まれてるのでとてもいいことだと思います、はいはい、そんな中でですね、実はちょっとあの令和の虎も改革をしようと、はい、100万人いったことだし、なんかちょっと変えなきゃねっていうことで、もう流れてると思いますけども、これから大きく変わるのが実は令和の虎の本家ですね、タイガーファンディングは初めての一本流しを、はい、これからずっとやっていこうということが決まりました、はい、数日前に、僕が細井さんとねどんちゃかやってる動画を流して、そのコメント欄まで僕まだ読んでないんですけれども、まあ皆さんあの概ね好評なのか、それともやっぱりね前編後編の方がいいのかってちょっと今の時点では分かってないんですけども、とりあえずチャレンジで、はい、11月はまず ね1ヶ月はやってみよう、はい、ということが決まりましたので、マンスリーは月末に流れてますから、来月11月から、1ヶ月はまずはね、まあタイガーファンディングが一本流しになりますので、ちょっと全体の本数減ると思います、はい、まあ、あの本数型っていう話もあったんで、うん、少しでもやっぱ努力しようと思ってこういうことをやってみました。なので皆さんぜひご意見いただきたいと思いますけど、どうですかね。なんかやっぱりでも今まるまる漫画が始まってよくコメントで参見されるのが、はい、まあ、前編見終えた後に後編見ると1日で決着が見えるっていうところの、まあ、メリットがすごくあるのかなと思っていて、はい、まあ、やっぱ大河ファンディング2日にまたいでしまうところも、はい、まあ、そこのところのデメリットを打ち消せるんで、はい、きっと見慣れていただくとすごい見やすくなるのかなって思ってます ね、はい、最近あとはあの YouTube でヒカルさんとかさ、はいはい、桑田さんとかもそうなんだけど、うん、長尺の動画が結構見られてるじゃない、はい、だから僕らもともと長尺だったんで、はい、これをねあのさらに倍に伸ばしてやってみた時に皆さんがねあのちゃんと見ていただけるかどうかという検証もしていきたいというふうに思っております。はい、はい、という感じですかね。今月はこんなとこですかね、まあ、そうですね、本当に、まあ、丸々版も、はい、まあ、来月もありますし、ここも話題満載ですね、またね、ですね、はい、はい、本当にあのこれからの丸々版もいろんな虎が出てくる、うん、そして志願者でもえこの人出てきたの、はいはい、っていうのがいっぱい出てくるんで、ぜひ皆さん、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、来月のマンスリーではどんなことを発表することができるでしょうかね。ぜひ、ね、あの11月もですね、ごひいきに、皆さんたくさん令和の虎、タイガーファンディングをご視聴いただきたいと思います。じゃあ終わりでしょう。はい、はい、ありがとうございました。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。